博式集襲無意は、日本の盾師、俳優の集団。盾師、俳優の島口哲郎が、殺人や、チャンバラだけでなく剣で表現をする芝居を目指して、サムライソードアーティストと名付けて結成した。主なメンバーは、島口哲郎、福田隆田中明春、佐藤優、松村博美。1998年に、島口哲郎、川口博明。 マナセ・ジュリラで結成。世界30カ国以上、約130都市をパフォーマンス等で訪れている。サムライアーティスト島口哲郎シャミセンプレイヤー、アガツマ・ヒロミツ2010年イタリア・フィレンツェ、ベッキオ宮殿500人をお広間、ファイル、カムイ、4.jpg2018 年フランス・パリ、ジャパン・エキスポメインステージ、リーダーの島口哲郎は、クエンティン・タランティーの監督映画、 キル・ビルボリューム1に出演殺人指導、振付を担当。最近では、元サッカー選手のロナウジーニョや、フランス俳優のジェラールド・パルデューをはじめとする海外の著名人とも共演や侍指導なども行っている。2012年、独自の侍メソッド、博士道を創設。日本、イタリア、ポーランド、チェコ、リトアニア、ベラルーシ、アメリカなどで道場を展開中。 国内海外国内海外日本海外、ありがとうございます。